本日はトレーニングから始める一日でございます。本日は雨が降っておりますね。はい、本日は10時からシツーシーの新作が出たんですけども、いくつかソルダーとなってたんですけど、まあ、今回も僕が欲しいものなかったのでスルーした感じなんですけどね。あんまりグッとくるものがなかったんですけど、デニムもまあ同じような感じだったので、まあ、先日買ったシツーシーのウォッシュデニムがあるから買わなくていいかなと思ったんですけど、あとはあれですね、今日、夜9時から iPhone16 が発売されるんですけども、16を買うかプロを買うかどっちか悩んでるんですけども、まあいろいろ調べた結果プロを買おうかなと思っていて、プロレスローとかもちょっと使いたいなって思ってるんですけど、まああれですよね、カメラとか使わない方っていうか、まあ、映像クリエイターみたいな映像に携わってる人以外の方は、まあ、多分16の方買うんじゃないかっていうか、16の無地の方が今回めちゃくちゃいいですよね。まあ、4K120p とかも多分皆さん使わない方の方が多いと思うし、僕も 4K120p は仕事で使うけど、仕事でもあんま使わないし、普段に 4K で120フレームは使わないからね。まああとはカメラ機能とか、インカメラとアウトカメラとか、あとズームですよね。もう広角の方も夜でも綺麗だったのと、まあそれぐらいですかね。今回ゴーストもアウトカメラだと16も無印の方も出ないみたいな感じなので、おそらく、だったらまあ多分今回無地の方がいいっすよね。無地はかなりお買い得かなと思いますよね。いきなり雨がすごくなってきた。あー、ジメジメする。これから運動、今日は胸、肩、背中もして足もして全部まんべんなくする必要があります。ちょっと明日から遅足って言ってお盆に入るから、この1週間ほどできなくなるので、運動がプレッシャーが使えなくなるんですよね。まあほぼってか大体韓国系の会社とかは全部閉まってますので、2タイムとかでやってるんですけど、まあ、なので本日はまんべんなくちょっとしようかなと思っておりますけど、昨日一昨日に患者ケジャン食べたら当たっちゃって、昨日ずっと寝てて体が体調がみたいな感じだったんですけど、ようやく復活しました。はい、そんな感じで本日もトレーニングでございます。はい、本日の運動は終了でございます。ちょっと買い物をして戻りたいなと思います。ロッテマートでクリープ、クリープがめちゃくちゃ美味しかったんで、わ、1個しかない、ラスト1個だった。これがめちゃくちゃ美味しくて万ウォンですね。1000円くらいですか、まあ、1100円くらいですかね、円だと。これだ、これを今日買って戻りたいなと思います。購入オリーブヤング、韓国の大好きなハンバーガー屋さん、フランクバーガー、こちらのハンバーガーめちゃくちゃ美味しいんですよね。ちょっとシェイクシャンクっぽいですね。ハンバーガービッグサイズにしました、追加で。完食、それもこちらに。本日からこちらのプロテイン飲もうかなと思います。これが一番大好きな味なんですけど、超絶美味しい。うん、うまい。最近この今 iPhone
12ミニで撮ってるんですけど、画質は結構悪くて、まあ手軽さで、あの日々の記録を残すには iPhone がいいなと思って、最近は Vlog は iPhone なんですけど、まあ仕事の時はね、もちろんね、ちゃんとしたカメラ使うから、まあそのカメラで撮ってたんですけど、いい映像で残したいっていうのも、でも記録として、記録の起きたことが結構撮れるのが少なくなってきちゃうので、毎日持ち歩く iPhone に撮りたいなと思って iPhone に撮ってるんですけど、まあ記録が残りやすく後で見ても楽しいなっていうのが、やっぱ iPhone ってすごいなと思いましたね。うん、こんなこんなで今日の21時から iPhone16 が出るんですけど、まあ16の無地のやつがめちゃくちゃいいからどうしようか悩んでるんですけど、まあ今ミニだから12のね、うん、だからプロ買おうかなと思っている感じなんですけど、まあどちらか買って、うん、9月20日に手に入ればめちゃくちゃ嬉しいなと思ってるんですけど、結構買う方多いからなかなか買えないのかなと思って、どうなんだろうか。うん、メモリは今128なんだけど、2頃にしようか悩んでるんですけど、もっと上げた方がいいかなと思って、どうなんだろう、2頃にしてみようかな、初めてなので。うん、プロレスローとかも使いたいんですけど、外部で、外部ストレージ使うから、うん、今128でも利用できてるからいいのかなと思ってますけど、うん、ニコロ買うか、いやでも無地買うかプロ買うかめちゃくちゃ悩んでるけど、正直 4K120p って携帯じゃ使わないんだよな絶対。これうまい、やっぱチョコよりこっちの方がうまいわ。うん、 120p はさ、 4K120p は携帯で作品使う人ぐらいしか使わないと思うんですよね。ほぼほぼ使う人いないと思うんだけど、どの層に当ててというか、まあプロ向けの層に当てたんだと思うんだけど、そういう人たちってiPhone で撮らないでしょみたいなね、作品残さないよね iPhone でね。うん、唯一その iPhone で作品残すのは iPhone で作品を作るっていう企画じゃないと残さないよね作品はね。うん、そこなんですよね、そこを悩んでるんですよね。あとはプロレスローは使いたいなと思ってるから、プロの方がいいのかなと。まあどちらにしよう、今日の9時まで悩んでポチりたいと思いますけども、金額もニコロのセット17万ちょっとかな、そんな感じだったと思うんですけど、まあ多分これ今下取り出してたりするともうちょっと安くかかると思うので、初めてなんですよね一人下取り出すのっていうか、どういう風にするのか全然わかんないですけど、ちょっといろいろ調べてやってみたいと思いますけど、はいはい、そんな感じで今は6時36分なんですけども、今日の9時からiPhone16 が購入できるのでサイトに行ったんですけども、まだ購入サイトが出てなくて、iPhone のその種類別も全部見れなくなってるんですけど、今回 iPhone16 Pro を購入しようかなと思ってるんですけど、まあホワイトかブラック買おうかなと悩んでるんですけど、ホワイトかな。でアクセサリーも購入しようかなと思ってるんですけど、事前の予約ができなくなっちゃったから、ちょっとあれ iPhone って手数配送料とかかかんなかったですよね、なんとかいくらまでだったらとかないかったですよね。なので今回ちょっと別々で頼むかって感じなんですけど、あと2時間後ぐらいで購入できるので、ちょっと購入できるかは9時に9
クリックしてみようかなと思いますけども。